おはようございます。おはようございます。今日はどこに行くんですか？辻ですね。そう、辻さんのところに行きたいと思います。ブーランジェリーメゾン辻に行きたいと思います。ランチ、パンランチ、小麦の口にしてきた？してきた。何系食べよう、何系食べようってずっと考えた。行ってきます。レッツゴー。昨日何時に寝たでしょうか？クイズにされた。配信終わったのは1時過ぎ。でもね、ストーリーのね、返信来た時間が結構深い時間に、5時ぐらいまで起きとったよ、多分。正解。すごい、今日めっちゃ眠いじゃん。そうそうそう、あ、眠たいって思いながら。眠たい。私たち毎日ポコちゃんというアプリで配信しています。そうなんです、私たち。来てください。パンパンパン、ハード系のパンが多くって、でもうね、種類がめちゃくちゃ豊富なんよ。甘いのもあるの？あったと思う。あったかいね。あったかいね。唐突やけどね、うん、今日から私っていうことにする、うん、この間、うん、あの親友と遊んだ時に、うん、マイってさ、うん、マイとマユリンって、うん、マイね、マユねって YouTube でめっちゃ言うよねみたいな、うん、ああでも確かにみたいになって、うん、初対面の人と喋る時とかは、うん、あ、私なこれこうなんですけどとかって言いよったつもりやったけど、うん、メンバーの中になったらさ、うん、出ちゃうやん、うん、なんかマイねってずっと癖で言ってきて、うん、仕事とかさ、うん、ラジオとかって名前が会話の中、うん、中にあった方がいいやんか、うんうん、でそれでずっと慣れてきたけど、ちょっとなんか恥ずかしくなってきて、私ねっていうことにした、うん、私、今日から私、今日から私は私っていうことにした。でもみんなが私、私も私で、私も私やったら分かんない。うちとかにしたら、そう、うちにしたら。やめてくれる。余計恥ずかしいやつ提案してくるやん。うちな、足とか、足、あたい、あたいは、あたいはなって。サクは私じゃない？違う、私か。私、私って言っとるつもりやけど、私ってなっとんかな。なるよね、でも。私、いや、言う、ならんならなってない。でも私やね、私。私。私って言うたらお前。私って結構頑張らんと言えるよね。嘘。なんか、あの方が言いやすいんかと思っとった。じゃあ、私でいいじゃん、前前が。私ねって。あ、似合うわ。あ、似合うわ。前前、私ね、似合うね。似合うわ。ランジェリーメゾン通じ。入ってるんですけど、買っ
ってきましたよ。合計何個だ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10点。10点買いました。10点買いました。1個プラス飲み物。誰が4点買ったの。はい私はキッシュから食べようかなと思って。キッシュ、ね、いいね、好きなんだけど。これでもこういう感じでキッシュ食べるってことだよね、うん、そうねたっぷり旬野菜とでっかーいベーコンのキッシュです。イエーイ。でっかーい。キッシュ美味しいよね。ね、美味しいよね。もう合ってるのかな。そんな感じです。でかい。いいね。いただきます。いい天気だ。美味しそう。野菜がゴロゴロ入ってて美味しいんです。私戻ってあげる。インスタ用のね。いいね、ここめっちゃいいよ。新しく買ったのね。ホニューのお洋服に。私はエビとホタテとブロッコリーのパン。ティッシュ、あ、お手拭きみたいなあったよね、なんか多分、うん、ちょっともらってきます、うん、私はやっぱりこれかな、サンドイッチ、うん、これはね、何だっけな、プリプリのプリプリの赤エビとアボカドのコールスロー。めっちゃ美味しそう。めっちゃ良さそう。いただきます。エビめっちゃ入っとる、うん、すごいよ、うん、あ、いいね。それサムネにしよう。こういう感じで、うん、ちょっと詰まっていいね。天気のいいこういう外でさ、パン、コーヒーとパン食べるってめっちゃ幸せじゃない、うん、なんか2月さ、めっちゃ怒涛じゃなかった。うん、なんでだろう。プロ意識そうよね、なんでやろう。忙しかったよねナチュラルによる。すごくないですかこれ。なんだっけ、チョコダブルチョコベーグルかな、名前。チョコのベーグルにチョコの、これ中国体食べないとダメかな。あー確かに。くるみ。すごくない、見た目が。家帰って食べるこれ、うん、家帰って食べます、うん、キャラメルモカナッツベーグルです。自家製のキャラメルクリームとコーヒークリーム、塩キャラメルナッツが美味しいのって書いてるけど、絶対美味しいよね。うん、美味しそう。コーヒークリーム、コーヒークリームってあんまなくない？なんかさ、確かに。だいたいさ、こういうキャラメルとかもさ、なんかクリームチーズとかとさ、一緒にされがちやけど。めっちゃ楽しみ。あんことごまくり、ちょっと近く。あんことごまくりち。さっき学んだクリチはクリームチーズらしいですね、うん、しかもこう白玉がね、こう贅沢にポンポンポン。私結構ね、ごま系のね、スイーツとかの食べ物好きだから、で、ごまとあんこって、すごい最強じゃない。ボリュームやばいよね。ボリュームやばい。これは明日の朝ごはんにしたいなと思います、はい、あんこの匂い。ごまクリームすごいね。ごまクリームすごいよ。美味しそう。以上です。さっきも偶然ちょっとね、あのね、ファンの人がね、ファンの方が偶然おるっていうね。ねえ。しかもね、トライシグナルのスウェットを着てくれとって。そうなの。記念撮影をちょっと。すごいよね。そしてお腹いっぱいになって。めっちゃお腹いっぱい。次は、桜子さんのコーヒーをテイクアウトしに。私だけ飲むの。前今お腹ちょっと、前も入ってる。タポタポ。あ、すいません、私のために贅沢な時間を過ごさせていただきます。いいのよ。そういう一日だから。
今日はね、そう。で、テイクアウトして帰りながら、マイマイの家に行って、今日動画2本撮りっていうことで、はい、マイマイの家で撮影するんで、